1922年のウーミシェン・エヌネティエヌ、ウーミシェンはフランスの技術者でヘリコプターのパイオニアの一人である。シャロン・アン・シャンパーニュで生まれた。エコール・サントラルで学んだ。1920年から上昇力を補うために気球に吊るしてヘリコプターの実験を始めた。1922年11月11日にウーミシェンナンバー2を製作し、 パイロットを乗せて飛行することができた。主ローターのトルクを消すために小さい縦方向にローターが取り付けられた。この技術はテールローターに発展しヘリコプターの標準的な設計になる。1923年4月14日に飛行記録を358メートルに伸ばし国際飛行連盟に公認された最初のヘリコプターの距離記録となった。 1924年5月4日に7分40秒ほどかけて 1km の距離を超える飛行に成功し、検証金を取得した。ウーミシェーンは昆虫、特にトンボの羽の機能を研究し、コレージュ・ド・フランスで生物学の教授として講義を行った。著書や鳥や昆虫の飛行を写した写真集は、後の工学者のヘリコプターのローターブレードの研究の 先駆けとなるものであった。ありがとうございます。